4年目ですね、5年以内に外国人補強だけでオリックスを優勝に導くペナント4年目、あと2年しかシーズンはありません。あと2年で果たして勝てるのでセウか。外国人がだいぶ増えてきましたね。ギプス、ベリー、ゲイル、ベイリー、ルーク、バントクという外国人の構成になっております。打者もいっぱいいます。なんで、まあ、とりあえず、外国人今のところ、先発投手を補強したいなと思ってるんで、まあ、外国人取るぐらいまでカットでいきます。外国人取ろうか、もうそろそろ。ちょっとね、先発が崩壊してるんで、いい選手がいますね、バンビー。A ランク評価は、エメットと、バンビー。バンビー強くね ?30 歳 2.6。ちょ、エメットはなんで A なんだ、こいつは。エメットはダメだよね、これ、外れだよな。バンビー取ろう、バンビー。バンビーが4億、バンビー4億取って、あともう一人誰か取るか?マローン。オルセン行こうか。そしてマローンも取りましょうか。とりあえず3人取ってみて、どんな感じか見ていこう。バンビー。タイピン A はいいね。軽い球持ってるけど。ちょっと先発が崩壊してんだよな。ギッブスも6点台と、オルセンいいね。ベリーも5点台だからね。そしてマローン。おー、いいね、マローン。山本も4点台なんだよな。なんで?山が中継ぎ回すか。斎藤。ベイリーも7点台か。本当は外国人をね、もっと使いたいんだけど、外国人が全然活躍してくれないね、6点台。麻酔は無理だろう。どうしよう。ゲイル、そのまま。ゲイル行くか、そのまま。中継ぎいねえな。ちょ、中継ぎ取ろう。それか先発の今、取ろうとしてるやつを中継ぎに回すか。アトキンズだから中継ぎに回すのもありじゃない。アトキンズ取って中継ぎに回そう。アトキンズ。加速がひどい。とりあえず。先発はね、そこそこ揃ってきたんでね。バンビー強いよね。4億円かけた甲斐はある。タイピン A だからね。そしてオルセンもそんなに悪くない。マローンはちょっと対左と短期があるからあれだけど、第三者持ってます。で、アトキンズは真っ赤か。ナックルカーブ、第2のディクソンかな。こいつらをね、頑張って鍛えて。あ、そうか。サチアは留学行ったのか。サチアと荒西が留学に行って、赤徳が消えたと。荒西強くね。多分荒西とかそこそこやれると思う。結局日本人を育てているっていう。外国人補強より結局日本人が頑張らないといけないんじゃないか。まあ、外国人も大切だけど日本人も大切っていうことをね、見せてあげよう。フッカーの打撃が、若月2割5分打ってんじゃん。フッカー1割7分3人だけど。若月以下の打撃どういうこと?中継ぎ投手増やそうか。めっちゃ外国人乱獲してるね。中継ぎ投手。あ、それか。4億の1人めちゃくちゃ強いバッター取る?ピッチャー行かずに。いや、今年はピッチャーだ。それ来年だな。来年めちゃくちゃ強いバッター1人取ろう。4億。いや、2人ぐらい4億取ろう、来年。今年はピッチャーじゃないか?ピッチャーをなんとかしないといけないんじゃないか?ピッチャーでもそこそこ揃ってきたな、人を。まあ、中継ぎ取ろう。あと、今年はピッチャーでいくわ。来年、野手取ります。4億の野手しか取りません、来年は。来年は決めた。4億の野手しか取らない、絶対。4億の野手を2人ぐらい取って、3割50本ぐらいの選手を2人ぐらい取って、来年はそれで優勝する。そういう3段でいきましょう。じゃあ、7月末から、末に最後の、今年の中継ぎ外国人取ろうかな。声が裏返ったんですが、7月の、末まで来ました。今は2。だソフトバンクが強すぎる、普通に。強えわ、あいつらは。あいつらクソ強えや。
ローレンス、ハーダウェイ、ダイヤー、ダルトン、トーレス。なんか球が遅いんだよな、全体的に。あ、トーレスはいいね。トーレスは獲得する。来年のために資金残しておくのもありだね。ダルトン。球が遅いんだよな。ダイヤー取るか。ダイヤー。140キロそこそこだ。抑えられないでしょ、ローレンス。137キロよ。外国人ってこの球遅くないでしょ。ちょっとこんだけぐらい残しかな。まあ、能力も判明してるでしょう。バンビー。ピッチャーはやっぱ良くないね、外国人。やっぱ野手だな、取るのは。アラニシの方が絶対いいからね。山岡とかね、いいじゃん。ルーク、ルークは頑張ってる。トーレス。トーレス強っ。ダイヤ、これはダメです。こいつは一生一軍上がることはないんじゃないか？ゲイル。ベイリー。斎藤とか頑張ってんだよな。アトキンズ、でもスロスター持ってるから中継ぎだよな。抑えも、ピッチャーがひどい、マジで。ピッチャー陣がひどいな。あ、誰取ったんだっけ？ダイヤーと？ダイヤーとトーレスか。二人か。サチアとかめちゃくちゃいいんだよな。山田も頑張ってんだよな。この外国人のやつらが全然頑張ってない。打者はどう？1割、2割、1割、クブ、6厘。2割、1部。ワグナー。なんだかんだでもワグナーはやっぱ4億の価値はあったのかな。ワグナー、アートン、吉田、中川、ロメロ、アンソニー、フッカー、ウィリアムズ、ムーア。この2人がひどいね。大城とか若月とか福田の方が打ってんじゃねえか。まあでもせっかく外国人なんでね、使っていきたいと。来年ね、野手補強しよう。来年野手補強して優勝しよう。でも一応これで2位だからね、うち。まあじゃあシーズン終了まで行きましょうか。よし、行きました。シーズン終了まで3位、14.5 ゲーム差ソフトバンクにつけられてますね。ソフトバンク強えな。84勝53敗、オリックスは70勝。でも去年より勝率下がってるね、557。これ、これ、おい、これ来年優勝できんのか？いけんのか？これ外国人取りすぎじゃないか？正直日本人育てた方が強いんじゃないか、オリックス。っていう声も聞こえますが、そんなことはありません。外国人だって頑張ってます。外国人を差別しないでください。頑張ってるな、こいつらは。バンビー、5点台。マロン6点台。ギブス6点台。ベリー5点台。ルークは2点台と頑張ってます。なんでこれで打たれないんだよ、逆に。バントック3点台。まあ悪くないね。オルセン、5点台。ゲイル6点台。ベイリー7点台。アトキンズ3点台。トーレス18点台。18点台。そしてダイヤーは投げることはありません。こいつは一生。打者の方は吉田が3割2分8厘35本82打点と、一人気を吐いております。ワグナーもいいね。2割8分。さすがやっぱ4億の価値あるね、ワグナー。2割8分6厘37本103打点上げてきました。アンソニーやアートン。福田は4割100打席立ってないけど。フッカーは2割6分5厘。ムーアとかもうちょっと頑張ってほしいよな。ウィリアムズ1割くぶ、1割くぶ2輪じゃダメだよ。それじゃあ勝てないわ。むしろよくこれで3位に入ったな。西なんとか監督は頑張ったんじゃないか今年。このチームでよく3位入ったよ。しかも言葉も通じねえしね。アメリカ人やら、どこだ、南米やら、なんかいろんな国の選手がいるんで、言葉も通じない。ロメロ吉田。ラキュータンの外国人はどうせ強いんでしょう。庄司がゴールデングラブ取って、今庄司がゴールデングラブ取ってなかった。そして首位打者中川。庄司が、あ、バントック最多セーブだ、やったぜ。ベストナイン首位打者最短打最高出塁最多セーブか。4年目最後ラスト1シーズンだよ。ここで勝たないといけないんです。そうなると何が必要なのかと言われると、完全に野手です。ここちょっとぶっ、マジで、ちょっと命か、命は、命はかけないけど、ちょっと思い切ったことしていい？俺。
決めた。ちょっと俺思い切ったことするわ、これ。ガチで。野手強いやつ。あー、内野がどっちでもいいな。内野。ちょっと今から思い切ったことするんで見ておいてください。よーし、思い切りました。全員の年俸420万にしました。最終年なんで、もう全員の年俸420万で、お金が44億円。4億の外国人10人取ります。ガチで。ガチで4億の外国人を、野手を10人取って優勝する。これしかない、勝つ方法は。来年勝てる方法といってこれしかない。もう我慢してくれ、来年はみんな。その次の年から年俸上げてもいいから、来年だけ我慢してくれ。420万で。いくら3割30分100打点打とうが420万だ、お前らは。1年だけ、ちょっとだけ我慢してくれ。絶対俺は優勝するんだ。絶対俺は優勝する。ってなると、野手を取らないといけないから、うちの足りないところはどこだ？すべてか。いや、外野はね、ロメロ、吉田が埋まってるから、まあ、中川を外野に行ったとしたら、あと内野だけでいいんだよね。ってなると、それだったら内野取った方がいいんじゃないか。それか野手で行くか。外国人発掘。これ内野手できるっけ？あ、できないんだ。あ、内野手できる。内野か外野か。中川外野に回して、内野取らない。指定なし、中堅の4億の、パワーにしようか。パワー系にしよう。内野手、指定なし、パワーがある中堅。パワー系のめちゃくちゃ強い中堅の、ミート A、パワー A ぐらいのやつを4億を10人取ります。それで優勝する。それしかない、うちが勝つ方法は。こっから大逆転優勝する。強いよ、なんだこの松宮、安倍晋之助。なんだこの安倍晋之助は。松宮どこ取るんだろう。おー、5球団競合。カープだ、すげえ。相沢の後釜かな。テッド？あ、丸帰ってきたなぁ。ちょっとできたらセリーグに行ってほしいね。6億2000万。ポスティングで松井か。あー、0.93。すっごい却下されてる。かわいそう。もう行かしてやれよ、松井メジャーに。FA 交渉。あー、大谷翔平ハムに帰ったんだ。偉いな。鈴木誠也。ソフトバンクは。あー、ソフトバンク一岡か。まあ、一岡悪くないね。いい選手ですね。その辺の。うち金は多分一番持ってるんでね。金だけは。なぜなら年俸がクソ安いから。安明、あー、一応ソフトバンクか。ちょっとソフトバンクが強化されたのかな。で、自由契約で、うちにいた外国人も拾っていくか。正直拾わなくていいか。誰がやめ、ギブス。あー、6100万。微妙だな。あと、オリックスから、ウィリアムズはもういいや。あー、まあ、こんだけか。じゃあ、行くわ。もうかける。来てる、これ、外国人。あー、まだ来ないね。本当にマジで来年1年にかけてんだからね。ドミニカに、中川と、富山。ドミニカか。コリア行くか。コリア行こう。早く帰ってこし、できたら早く帰ってきてほしいんだよね。そんな長い時間は行かないでくれ。来年が勝負な。ジェラード、ボーニオ、フィッシャー、ブリントン、フランク、コッカー、トーミー、ヘルソン。いいぞ。4億。4億以外はマジで取らない。Cランクは取らない。もう Cランクしかいねえじゃねえか。ちょっと頼むよ。A ランクの選手くれ。俺も金使わないからな。機材買わねえからな。来た、バーンズ、ブラウン、ウッド。頼むよ、4億来てくれ。4億ガチャ。4億ガチャを10回引く。それなら多分8人ぐらいいい選手取れるでしょう。バーンズ C ランクいらない。ブラウン C ランクいらない。ウッド C ランクいらないと。おっと。これは開幕できるんでしょうか。あー、ヤクルトにセスナ。いやー、どうしよう。10億の外国人来てくれ。頼む。来てくれ。外国人来てくれ。あー、外国人来てくれ。10億。
中国の外国人来てくれ。勝てないぞ。そんなことじゃ勝てないぞ。アレンビー10人もまず取れんのか。10億じゃないわ、4億の外国人10人も来んのか。あー C ランクしか来ねえ。パワーがあるにしてるからかな。パワーがあるにしてるから説があるよな。内野手指定なし、指定なし、中堅。最悪も中堅じゃなくてもいいな。内野手指定なし、指定なし、指定なし。もう誰でもいいから10億来てくれ、とりあえず。とりあえず誰でもいいから10億欲しいんだ、俺は。10億の外国人が。10億の外国人来てくれ。頼むよ。10億の外国人じゃない。もう10億の外国人でもいいわ、最悪。ケイリー。一人だけ。この一人にかける。なんかいいの来ねえかな。10億あー、じゃあオーダー考えよう、ちゃんと。おい、これ外国人取る体でいるから、オーダーが。とりあえずまあこれでいくか。ピッチャーは変わりなし。野手の方がなかなかぐちゃぐちゃな気すんだよな。少ねえ。留学も行ってるから圧倒的に少ない人が。ムーンは、大城がショートに入ったのか。大城強っ。モヤもいます。ロメロセンターでしょ。オーデレフト3番吉田、4番ロメロ、アンソニーファースト、2番コショ、1番ムーンは行く。ワグナー、ワグナー1番いいか。1番ワグナー、アートン、大城、モヤ、フッカー、ムーア。まあ留学生もね、あと7日で帰ってくるんで、まあ中川はね、ファーストのレギュラー、4番ファーストになってくれると信じて、あとは外国人、4億の外国人10人取ります。次のパートで。バイバイ。